バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイも可愛いゲスト一緒にね、進めていきたいと思いますので、後ほど今回もよろしくお願いいたします。まず1曲目はですね、今夜皆さんにお届けしたいんです。私今日のね、収録している日はとても大事な記念日なんですけれども、日本の暦を見てもすごくね、皆さんにとって運気のいい日ということで、私は絶賛一日中もう朝から夜中まで家族にブラック企業だね、ママの事務所って言われるくらい仕事をしておりましたが、すごくねいい日で、私の大事な人のお誕生日でもありました。なのでね、今日は皆さんに私のこのなんていうの、幸せな気持ちをお裾分け、そして皆さんの幸せを願って、1曲目キス&ハグという私の一番大好きって言っちゃってるね、一番新しい曲をお届けしたいと思います。皆さんの大事な方を思い浮かべて、そして皆さんが皆さんらしくいつでもハッピーでありますようにという願いを込めてお送りしたいと思います。お聴きください、キス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように、抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な愛。それでは今夜も可愛いゲストをお迎えしましょう。うちの姫、娘のね、シノン。こんばんは。こんばんは。今夜もよろしくお願いします。お願いします。早速ですが、今夜ね、リクエストいただいてるんですよ。なんとリクエストメッセージの中にシノンの出演もお願いしますって。ありがたいね、うん、よかったね何笑ってるの、ニヤニヤしてるじゃないの、しーちゃん、うん、はい、よかったよかった、嬉しいね。嬉しいです、ね、なんか私たちの日常をさ、この FM ギノワンの皆さんね、お聞きの皆さんと一緒にさ過ごすことができて、うん、うん、嬉しいね。はいはいなんかさ、あれだね、ママさ、来週、私来週34になるんですよ、うん、次の放送日が私の誕生日でね。あ、そう、34歳はもう嬉しいとさ、嬉しいってなるわけ。はははははは、じゃ、乾いてる乾いてるおい、ついてきて娘、はい、13歳はさ、やっぱ年頃やね、うん、顔はさニコニコ可愛いのにさ、声がさなんてことだよ、もうちょっとウキウキキャピキャピできないわけ。いや、もう私はみんなと違うのでね。何が違うんですか、違うのでねって、おばあちゃんシノンばあちゃん、もうよくさ、ママにおばあちゃんとか言うけどさ、うん、うん、いや、ママの方がキャピキャピやわ、ラジオの時だけは。ええ、あーですねということで、ね、とっても嬉しい、FM ギノワンのね、石坂さんっていうね、スタッフの方もね、
毎回さまざまな方から感想が届くのは嬉しいですねっていう風にねメッセージいただいてるんですよ。ほんとそう思います。リクエストとかメッセージほんと嬉しいんですよね。今日もちょっとルンルンでママ読みたいと思います。いいでしょうか。はいはい、では紹介します。ようこさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。1ヶ月ぶりにお便りしました、カズさんです。3月3日の放送では私の高校時代からの友人のお便りが紹介されていたのでとても嬉しいでした。彼女とは陽子さんのカンマチュアでのライブや市民文化ホールのコンサートも一緒に行ったんですよ。去年の宝山ホールでのコンサートも一緒に行く予定でしたが中止になりとても残念です。あ、そうそう、この宝山ホールって鹿児島のね、鹿児島市にあるホールで1500人の収容できるホールなんですけれども、こちら中止というかもう無期限でね延期状態ですね。はい、では続けますね。だから今はこのラジオをお互いに楽しみにしているのです。前回、あーごめんなさいね、前々回と YouTube でいくら探しても見つからず焦っていましたが、また見れるようになったので2人で大喜び。またたくさんリクエストしますね。ということで今回はピースオブハートをリクエストします。この曲は歌詞も好きですが、陽子さんの作詞ですね。優しいメロディーが大好きです。特にサビの。初めて風が誘うからというね、部分です。あ、ファルセットになるところがたまりません。ファルセットになるところがたまりませんつって1オクターブ下で歌ったね。歌いますか。初めて風が誘うからっていう感じですね。そう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 。いいですね。そう、ここわざとね、いいよね、この曲の作りね。そしてもう少しだけで感情移入してしまうのです。もう少しだけっていう感じで歌ってます。何娘笑ってる。いや今ママの顔がもうって母の顔芸で笑う。ちょっとダメだね、2人ともちょっと最近ちょっとゆるゆるすぎて、あのメッセージが最後まで読めない、はい、ちょっと待って、真面目に読むからね。カズさんごめんなさいね。早くライブで陽子さんと一緒に口ずさみたいです。そう、皆さん分かりました、ここのこの部分ですよ。せーの、はじ歌って、せーの、初めて風が誘うから、もう少しだけおい、母の曲を一緒に交互に歌って笑わない、最後。はいはいはいということで、最近シオンちゃん、あ、シノンって言います、シノンちゃんとの会話がほのぼのとして癒されますこれからも楽しみにしていますので、またぜひシノンちゃんをゲストでお願いしますね。ではぼちぼち、キバイアンセ、キバイアンセって鹿児島で頑張ってねみたいな感じですね、頑張ります。はい、ということで今日はゲストの予定ではなかったシノンにリクエストいただき、ありがとうございます、ありがとうございます。もうおかげさまで私は寂しくない、もうカズさんのおかげでシノンが付き合ってくれてよかったということで、さっきね私たちが歌ったピースオブハートのワンフレーズね、どっちがどこを歌ったかっていうのはね、ちょっとラジオでは分かりにくいかもしれませんが、だいぶ最近ね親子って声が似てるなってね。はいはい、何その残念そうな言い方いや嬉しいです。嬉しいの。はいはいっていや嬉しいです。あ、で歌おう、ダイアリー、おろしたての靴でよ、追いかけてたの、まばゆい光る未来の姿を。でもさ、なんでさサビを歌わないんだろうね。あ、なんで途中から歌ったのけ。じゃあ今日はね、ピースオブハートの後はダイアリーをお届けしましょうかね。はい、はい、ということで今日はリクエストいただきました。今日はもうリクエストなんでフルバージョンでお届けしたいと思います。新しいね、あのアレンジといいますか新しく歌を歌い直して、ドラムが杉野俊之さん、そしてピアノが太田光一さん、王ちゃんと杉野さんのね生演奏に加わり、石井さんはもともとギターはね、石井さんでしたからね、で、作詞は陽子でしたが作曲は平田瑞穂さんというベーシストの方にしていただいてますので、ベースは平田さんですね。なので、なんていうのかな、ライブ感あふれるピースオブハート、
キス&ハグというフルアルバムに収録している方をお届けしたいと思います。ではお聴きください。 Pieces of Heart。朝焼けを映したあなたと肌寄せ合い、言い訳を探し空を見上げた。あなたと歩む日々はどんなに素敵だろう、そう思うたびに目をそらす。色のない朝を繰り返し見つけたものは、無邪気な笑顔と変えられぬ想い、すべてを壊して初めて風が誘うから、もう少しだけ言い聞かせて委ねてみるの。別れも出会いもあなたへと続く一つの奇跡になるはずだから、体温に包まれるたび失ってく。綺麗な言葉を並べて過ごしていても、もう戻れないの。あなたのいない
ピーセスオブハートお聞きいただきました。ちょっとここでね、一言物申したい。あのさ、さっきダイアディさ、まあ途中から歌ってって言ったけど、私がまあ歌ったのよ、うん、最初の悲しくっていうのがね出てこなかったわけね。なんで？な、それはママが悪かった、うん、としてもさ、いつもさ Pieces of Heart なんかハート、ハート、そう、ハート、なんでそこを曲紹介した後いつもさこうラジオ皆さんに聞いていただいてる間にね、もうねだいぶ小バカどころがバカにされてるんですよね、うん、母ね。ちょっと言ってみて、曲紹介 Pieces of Heart。 何が違うのかは分からないけど、まあいいや、シノンの方がね、まあ、英語の発音いいのは分かってるからもういいです。ママは鹿児島弁で戦いますよ。 OK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 。 でもね、あの歌の先生をね、あのする機会をいただいてる時にね、あのイギリスご出身の方をね、こう歌のレッスンとかするんですね。でその時とかはもう潔く英語の発音はもう叶いませんって、ただその歌の表現とか歌う時のその発音はね、こういうアプローチはどうですかって言ってね話すのが結構ね私も勉強になるし、その楽しいね。なんかさ洋楽って聞いたらさ、あこうやって発音するんだと思って、見よう聞きよう聞き真似みたいな感じ、見よう見真似じゃなくて。あ、わかる？なんかね、それでこう歌えるようにと思って練習するけどさ、なんかねレッスン私が、まあ、歌の先生をしながらなんだけど、うん、あの勉強になるのよ。おお、これが本物だみたいなね。その方はね日本語もお上手なのでね、はい、そうそう、ママもね英語の曲を、自分の曲を早く作らなきゃと思って、もう結構ね1年近く経ってるねこの話をしながら、うん、はい、有言実行したいと思います。だって来週34歳だもの。ははははははじゃありません。ははは。ということで、今日はですね、収録してる日に私たちの大事な人がお誕生日だったので行きましょう。せーの、 Happy birthday to you。 いや待ってください、何度した？なんか息がぴったり合ってるけどさ、さっきね、うんうん、ちょっとあのハモるところは練習したらですけれども、うん、最初から歌うと思ったんでしょ。最初から歌うと思ってたんです。そうね、あこういうところが合ってなかった。まあね、だってさ最初から歌ったらさ、私はさハッピーバースデーディアパーパーって言って、シノもジージーって言わないといけないですね。で最後のせーの、ハッピーバースデートゥーユー。だからちょっと私、あの私たちあのお笑い芸人として親子でね、あの漫談、ぜひあの門下生にしてくださる方大募集しております。沖縄でいい方っていうかさ、沖縄はさ吉本さんの劇場があったからね、見てね、うん、そうすごい喜んでたよね、うん、大阪仕事で行った時も吉本新喜劇見に行ったりするしさ、鹿児島に来た時私抜きで私のお母さんと二人で見に行ったよね。いいよね、ママも行きたかった。うん、そう鹿児島もいらっしゃるからね、吉本新喜劇ね。そうそう、てかさうちのお母さんよ。はい、1曲目にさお届けしたキス&ハグ、あんたさあの曲いい曲だよね、うん、金太郎飴の歌でしょっていうわけよ。金太郎飴とはどうぞ説明を。説明しましょう。あの最初の歌詞がね、どこを切り取っても好きがいっぱいなんですよ。どこを切り取っても好きがいっぱい君との毎日を綴る僕のカレンダーっていう歌詞に対して、あんたどこ切っても好きがいっぱいなら金太郎飴だわねって言われて、もうねいつも曲の出だしを、うん、よし今から届けようと思って一番好きな曲のキス&ハグを歌うのよ、うん、お母さんがチラチラ出てくるわけよ、ママの。もうね、それをママがキス&ハグを歌った後のライブの後とかに、うんうん、そうそう、今日も金太郎飴が出た、そう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 、毎日言うんです毎回ね、うん、そうなんだよ、今日も金太郎飴、今日も金太郎飴って、もう勘弁してみたいな。でも嬉しそうなの。嬉しそう、そうね、まあ、ちょっと面白いよね、ほんとね、一生懸命ね、あのピアノの北園真由美さんが素敵な前奏、うん、演奏してくださったり、石井さんがねかっこいい演奏してくださってもね、いざ自分がどこ
って始めるとね、あのみんなはあのライブを見てる方たちはそうそうそう、そこまで分かってないと思うんですけど、そこまでどころか200%分かってないでしょ。全然分かんないんですよ、言わないと。初めて言った。そうそう、でも私はあのお客さん側で見てたら一、うんうん、人で笑ってるんです。確かにね。なんでこの人笑ってんだろうみたいな。そうね、まあ、あのぜひあの沖縄にね行ってライブができる日が来た時、そしていつもねあの全国どこからでもこの FM ギのワンお聞きいただけますからね、あのもし陽子がキス&ハグを歌い始める時に笑う方がいたら、あこのラジオを聞いてくださってるんだなっていうね、あのアイコンタクトでね一緒に音時間、ね、そうそう嬉しい音時間過ごしたいなと、過ごせたらなと思います。はい、とか言ってさ、今度ライブするんですよ、うん、あの4月の7日、あの来週誕生日って言いましたよ、誕生日の前の日水曜日ですね、次の放送の前の日だから水曜日、うん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 、何回水曜日言いたいんだろうね。とにかく水曜日4月の7日、夜19時30分より鹿児島にあります天文館にありますね、赤唐辛子というお店、赤唐といってね、もう昔からミュージシャンはじめいろんな方にね愛されてる素敵なお店なんですけれども、うん、そちらでアコースティックライブをする機会いただきました。陽子はもちろん歌いますが、サウンドプロデュースでお世話になってるイッシーさんがギター、そして北園真由美さんの優しい、もうすごいあったかい、もうね美しい、そうピアノと3人でアコースティックでお届けしたいと思います。そしてね、今回はお誕生日ということもありまして、皆さん好きにあのお店でねあの食べたり飲んだりしていただく、その飲食代はかかりますけれども、ミュージックチャージの方はですね、もう投げ銭ということで、沖縄結構多いですよね投げ銭ライブ、なのであのぜひ気持ちをあのいただけますとありがたいんですけれども、もう逆にね誕生日だからって言って言っちゃってるんで、もう気軽にいらしていただきたいなと思って投げ銭スタイル取り入れました。なのでぜひ、そんなにそんなにそのちっちゃいパチパチ、ありがとうございます。そうなんですよ、私もね一家の大黒柱でございますから ね、 そ う、 ですね、うちのお母さんなんて男前なんだろうと娘に言われながらもね、あははあははあのスカートを履いて高い声で歌っておりますが一応お母さんでございますが、自分の誕生日にかこつけて素敵なミュージシャンの方と音時間過ごせますので、ぜひあの赤唐辛子で美味しい食べ物、お酒、飲み物飲まれながら音楽楽しんでいただけたらなと思いますので、ぜひ大事な方と遊びにいらしてください。お問い合わせね、メッセージいろんな形でいただけると思いますので、お待ちしてます、予約待ってます。ということで今日最後の曲はダイアリー。悲しくなるわけなんて一つもないのに、心細い魔法のような時間は過ぎて振り返り、考えるほど仕立ての靴で追いかけてたの、眩い光る未来の姿を焦った写真の少女はこっちを向いて笑った。ページめくる指が震え、涙がこぼれる、愛しい過ごした時間スカイ。皆さんのメッセージやリクエスト大募集してます。宛先は 797@fmgino1.com
7977@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。ということであっという間に終わっちゃう。しーちゃん今日もありがとうございました。ありがとうございました。来週もよろしくね。はい、なんて言ったってママのお誕生日だから。はい、さっきのハッピーバースデートゥーユーを歌ってほしいな。はい、全部歌います。よし、ということで来週もシノンの歌声お楽しみに。では皆さんにとって1週間がめちゃくちゃハッピーでありますように。せーの、バイバイハッピー。